温化法は中華人民共和国の政治家。第6代国務院員総理、第16期、第17期中国共産党、中央政治局常務委員を務めた。中国共産党の第4世代では最高指導者である、胡近濤総書記と共に重要な位置を占め、胡近濤政権における党内序列は胡近濤総書記、ご報告委員長に次ぐ第3位であった。 1942年9月15日に中華民国の天津市郊外にて教員の家庭に誕生する。天津南海中学卒業後の1960年に北京地質学院へ入学。1965年4月に中国共産党に入党し、1968年に研究生課程を卒業、地質関係の技術者として働き始める。 1968年から1978年までの間、甘粛省地室局に配属され、地質交産部門の技術員、行政指導員として業務に従事。1979年には、甘粛省地室局副局長に就任。後に、党総書記、最高指導者となる、古近藤と同様に当時の甘粛省委員会書記だった総大らによって抜擢された。 温家法は1982年に国務院の地質公産部政策法規研究室主任となる。温家法が官縮省から北京の国務院に移った当時、共産党総書記であった雇用法は若手の有能な人物の登用を進めていた。地質公産部長の孫大公の賞賛を受けた温は、1983年10月に地質公産部副部長に就任。 その後、雇用法によって抜擢され、1986年5月に、当中央弁公庁主任となる。1993年に、中央在京領土省総秘書長に転出するまで、恩加法は、雇用法、長子洋、江沢民の三代の総書記の下で、中央弁公庁主任を務めた。恩は、この三人の総書記に仕えた、唯一の人物である。 1987年11月には、党中央委員に選出され、党中央書記どころ、候補書記となる。1989年5月19日、民主化を要求して、天安門広場を占拠した学生たちと対話を、試みるため、張使陽は彼らの下へ向かった。恩家宝は張に同行した。この蝶の行動は、重大な犯行とされ、蝶は総書記を解任されて、 失脚2005年1月の島で自宅南京に置かれた。しかしオンは当時の立場や自己批判が考慮されたことで天安門事件の余波を受けて失脚することもなく政治的に生き残った。その後1992年10月に党政治局候補委員、中央初期どころ初期となり、1997年には党政治局委員となった。そして1998年に 主要期内閣が発足すると、恩下法は、金融、農業担当の国務院副総理に任命された。主内閣において、恩は、経済、農業、財政、防災政策を監督し、中国の重要方針である世界貿易機関への加入の準備活動に従事した。恩は1998年から2002年まで、中央金融工作委員会の初期を務めた。第一期。 編集2002年11月15日、第16期党中央委員会第1回全体会議において、保近党指導部が発足。温下法は政治局常務委員に選出された。政治局内での序列は第3位で、翌年3月に正式に発足する保近党政権において温が国務委員総理に指名されることが確実なものとなった。 2003年3月に開催された第十期全国人民代表大会第一回会議にて、恩家法は正式に国務院総理に就任した。中国共産党員や官僚の腐敗に対しては厳しい態度で臨んでいる。総理となった恩は改革開放を監督し、国家目標を他の社会的目標とともに平等主義の富を重視した成長から何としてでも中国経済を 成長させようという目標に転換した。加えて中国政府は恩の指導の下で環境や労働者の健康への被害を含む経済発展の社会的費用に焦点を合わせ始めた。このより包括的な定義は商工社会に要約された。恩の広範な経験と専門知識は改革による過去20年間で除外された地方の 経済を活性化させようという主要機の農業政策の下で議長を務める間に培われた。当初科目で出しゃばらないと思われていた恩は、良き伝達者、そして人民の味方として知られた。恩は20年間の経済成長で除外されたかに、見えた人々に手を差し伸べるために、多大な努力をしたと思われている。恩家法と保近等の両者は、江沢民を呼び、 中央政治局常務委員会で彼の保護下にある者、いわゆる上海法を結成していた者たちとは異なり、高額な中国国内での政治的基盤を強化した。人々は人民の味方ことを恩下法と保近党対する江沢民との対比に注意した。眼見で直接的に物を言う善人の主要器に比べ、穏やかで融和的な恩は強引に基づく。 政権運営を胸としていた。これは大きな信用を得たが、より厳格な政策決定を支持する者は、恩の政権運営を批判した。恩は中央政府の方針と一致しない、上海市党委員会初期の賃料社と衝突していたことが知られている。恩は国務院総理に就任するとまず公衆衛生問題に力を注いだ。国務院総理就任直後に、 中国で発生したサーズの危機では中国当局の怠慢を厳しく批判しサーズの伝染防止に尽力した。また雲南省と河南省で拡大していたエイズを中国発展にかかる大きな負担と捉え、同年11月から中国の総理として初めてエイズの撲滅に公式に取り組み始めた。2004年5月、オンはエイズの被害に遭った地域を訪問し、 その訪問の様子は全国のマスコミによって大きく報じられた。そして薬物依存症の問題にも取り組み、同年3月、中国南方にある複数の薬物依存治療施設を訪問して、国内のエイズが成功症よりもむしろ薬物乱用と皮下注射器の再利用によって蔓延しやすいことを認めた。さらに恩は地方の貧困の解決にも取り組んだ。恩は 頻繁に地方の比較的貧しい区域を視察したが、地方当局がしばしば行う、貧困の事実の隠蔽を防ぐために、恩の訪問先の決定は、無作為に行われた。恩は、国務院の会議で、地方の経済格差の問題に取り組むことを明らかにした。闘争初期の古今東とともに、恩は、農業、農村地帯、農民のいわゆる産農問題について、 研究と発展を要する分野であると強調した。コアチ政権は2005年に農業税を完全に廃止した。これは地方の経済モデルを大きく変えた大胆な手段であった。外交では台湾独立運動、チベット独立運動、そして中国の人権問題といった政治的に敏感な難題にしばしば直面した。2003年12月に恩は アメリカ合衆国を初めて訪問した。この訪問ではアメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領に対して台湾の沈水編相当に対する非難を訴えた。続くカナダとオーストラリアへの訪問では経済問題が主要議題に上った。なお、台湾問題について2005年3月15日に 全国人民代表大会で2896の過半数であった半分裂国家法が可決された際に、恩は我々は外国からの干渉を望まないが、それを恐れないと述べ、アメリカの姿勢を厳戒に批判した。恩は中国の標準にしては珍しく長い拍手を受けた。アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマと2007年3月5日に、恩は 軍事予算を増やすことを発表した。2007年末までの軍事予算は前年の450億ドルと比較すると17.8%増加している。これはアメリカ国内で緊張状態を生んだ。2007年の第17回党大会を前に恩が引退することと賃料社会との衝突があったという噂が立った。一部の情報源では恩が疲労による引退をこう。 つもりであったことを示唆していたが、結局恩は国務院総理の座に止まり続けた。この党大会で古錦濤が中国の今後5年間の方向性を示す。政治報告を行ったが、恩はその総合を作成する責任を負った。恩は中国国民との直接対話を進めた。2005年の旧正月に恩は山西省の炭鉱で炭鉱作業員の一団と過ごした。 また、2008年1月の旧正月直前、大雪による雪害が中国を襲った。恩は、調査と公州の鉄道駅を訪れると、規制のために列車を長時間待っていた市民たちの怒りを鎮めるために演説した。このように国民との対話を重ねる恩は、多くの人から国民の総理であり、人民主義者であり、そして一般人の需要を知り、理解している。 普通の国民であると評価されている。彼の態度は一見誠実、恩和であり、かつての州恩来と比較されることがある。第2期、編集2008年3月16日、中華人民共和国国務院総理に再選された、温家宝は、急激に進行するインフレーションの抑制と、北京オリンピックの成功による中国の国威発揚に努力した。一方で同年に、 アメリカ合衆国で発生したリーマンショックに続く世界金融危機が各国で影響を及ぼすと中国もそれを免れることはできず恩は深刻な経済問題に直面したそのため社会の安定に力を入れたが2008年3月にチベットで発生した暴動では政策面で大きな集中力が要求されたチベット騒乱のさ中の恩はダライラマとその追随者が 全ての分離独立活動を断念することを選ばない限り彼らとの協議を拒否するとして共産党政府の報道官として動いた。恩が総理に再選された第11期全国人民代表大会第1回会議閉会後の記者会見の場で恩はチベットでの暴動を受けてダライラマ14世とその支持者を非難しダライラマがチベット独立を放棄し台湾を 中国不可分の領土と認めるなら、対話してもいいと発言した。2009年2月28日、恩下宝は中国共産党政府の公式ウェブサイト、Gav, CN と、新華社ネットが主催したビデオ会議で、オンラインによる質問に答えた。恩は、政府の透明性と見解について公然と述べた。多数の中国人、ネットユーザーから広範囲にわたる質問を受けた恩は、 大きな経済問題についての質問を選び、それに答えた。同年3月の第11期前人代、第2回会議で、恩は中国の経済成長が2009年には目標の8%を割ることはないという声明を伝えた。恩は中国が最も保有するアメリカ国債について懸念を表明した。恩はより変わった身振りで台湾訪問への関心も示し、 歩けなければ張ってでも行くと述べた。2011年1月24日、全国からの陳情を受け付ける北京市内の国家新法局を訪問し、賃金の未払いや土地の強制収容などをめぐる陳情者の訴えを直接聞いた。これは中華人民共和国が建国されて以来初めてのことである。恩は陳情者の切実な訴えに私たちの政府は 人民の政府であり、私たちの権力は、人民が付与したものだ。人民の困難や問題を解決する責任があると、述べ、対策を取る方針を示した。また、すべての行政行為は、社会からの監督を受ける必要があり、一切の行政権力は、白日のもとにさらされて運営されるべきだと、政治改革について踏み込んだ発言もした。かねてから、恩は、 言論の自由の緩和など、中国版ペレストロイカとも言える、政治改革の必要性を主張してきた。しかし改革派の恩は、党内の保守派や既得権益を重んじる層から批判の矢面に立たされ、さらに国務院内でも恩が、中国の時期闘争初期に押していた、常務副総理の利活強和4兆元の大規模な財政出動を断行して、世界金融危機も乗り越えた、 国務院副総理の大木山と比較して危機管理が弱いと評され、最終的に恩は権力闘争に敗れ、軍部や保守派が押したとされる習近平が、胡近党の後継者に確定したという経緯が報じられた。2012年3月14日、全人大閉幕後の記者会見で、薄木広白井への批判と思われる発言を行った。2008年5月12日に、 四川王地震が発生した際、地震発生からわずか数時間で地震の被災地に向かったことで、恩の人気はさらに上昇した。彼は災害後直ちに地震救援活動事務局長に指名された。恩の被災地への訪問を受けてその姿は全国のマスコミに映され、人民の総理と呼ばれた、周恩来と恩家法とを比較した多数のビデオが中国国内のブログに、 アップロードされ、その人気は著しく高まった。中国の指導者たちが固くじっと動かずに座っているように見える姿が国営テレビに映し出されると、恩の現場での姿と率直な性格は中国国民から大きな支持を得た。海外メディアと同様にこの大自身の科学的予測の有効性がインターネットフォーラムにて考察された。恩は 科学的予測を発表しようとした唯一の中国の指導者として伝えられ、それを公表したが、強大な権限を持つ共産党常務委員会の他の委員によって防がれた。温家宝温家法の政治的見解に関して、香港と台湾のジャーナリストと同様に、中国国内でもいくつか論争がある。記者会見の場では、保近党よりも多く姿を見せるため、 彼らのすべてを評価することは困難だが、恩の観点を識別するのは子よりも容易である。通常、中国内外のメディアは、恩を普通の人々の要求に触れる人民主義者と信じている。最大の社会問題には、恩の政策の種類として、社会調和に基づく政権の主要なイデオロギーである、科学発展観を規定している。政治改革に関する恩の見解が何なのかは、 明らかにされてはいない。恩は中国では今後100年社会主義制度が続くでしょうと述べたにもかかわらず、後に第10回全国人民代表大会2007ナショナルピープルズ・コングレスにて民主主義は社会主義制度の基本的な狙いの一つですと述べた。2008年9月のインタビューにて恩は独立した司法制度の構築を通して人々からの批判を 受け入れる政府のために、本当に人々に属した権限のために、中国の民主主義制度は改善する必要があることを認めた。台湾に関しては、恩は世表によれば、段階的な交渉を信じている。新華社は2007年の早期に、恩の名前で国家の発展についての記事をいくつか発表している。恩は、党の公式見解とは、若干異なる視点を持っている兆候であると、 疑われた。2007年9月、恩は全国史で死を創作した。中国の将来についての彼の微妙に空想的な認識が紹介され、海外メディアで賞賛された。マスコミでの恩の誠実な物腰にもかかわらず、指導者間の明快な分裂はない。知識人の一軍は、恩の人民主義的アプローチについて警告を発しており、 中国の経済発展に影響を及ぼすと主張した。2013年3月5日に開催された全人代で習近平の政治路線に批判的な発言を行った。靖国神社参拝問題で、恩加法は小泉純一郎との関係は悪く会談を拒否しており、2006年9月にヘルシンキでアジア欧州会議での小泉首相との接触の有無について言及し、 小泉首相が自ら挨拶して来られたので、私も挨拶したが、接触はしていないと述べた。2007年4月11日、恩下宝は日本を訪問した。恩は、この訪日を、通る票の両と位置づけ、政令系列の日中関係を打開する道筋をつけようとした。4月12日の国会での演説では、日本の過去への謝罪を評価する一方で、 それを行動で示すようにとした。また、恩が演説原稿にあった、戦後、日本が平和発展の道を歩んだことを、中国人民は評価する内容の一節を読み飛ばした、ことについて、日本の議員たちの間では、わざと抜いたのではないかと、憶測も飛んだ。中国外交部は後日、その直前にあまりに拍手が大きく湧き起こったので、うっかり読み飛ばしてしまったと説明した。恩は、 首相の安倍晋三と共に、日中国交正常化35周年イベントの歓迎レセプションに参加し、靖国神社参拝を肯定した安倍とは難なく、友好ムードをアピールした。秋人天皇との会見では、2008年北京オリンピックの開会式に招待したいと述べ、日本政府を困惑させた。さらに、皇太子夫妻の北京オリンピック開会式への参加を、調整した。 しかし、江沢民時代からの愛国教育によって、中国で反日感情が高まっていることを警戒した日本政府は、恩加法の要求を断っている。主要政党の首脳や総価学会の池田大作とも会談している。最終日の4月13日には、日本で初めて孔子学院が開設された立命館大学を訪問し、4個全書を寄贈した。 立命館大学を訪問した蔡イオン加は学生と野球に興じたが高山正幸はこれを自国向けのパフォーマンスと見ている。すなわち中国のテレビ局が温家加の振る舞いを繰り返し放送することによって反日感情が高まっている中国国民に対し日本と中国は本当は仲良しなのだということを知らしめることを目的としたものだという。 2010年5月、温家法は再び日本を訪れ、首相の鳩山幸夫と会談した。2011年5月21日に来日、東京で日本のアイドルグループスマップと会談し、日中友好のための北京公演が実現された。詳細は尖閣諸島問題を、参照詳細は尖閣諸島中国漁船衝突事件を、参照2010年9月7日、 中国の漁船が日本の領海である沖縄県の尖閣諸島付近で操業中に日本の海上保安庁の巡視船に発見され停戦を勧告されるも漁船は無視して逃走した。逃走の際、中国の漁船は海上保安庁の巡視船に衝突を繰り返し巡視船2隻を破損させ同漁船の船長は公務執行妨害で逮捕された。日本の対応について 中国側は激しい怒りを見せた。温火法は不法拘束中の中国人船長を即時無条件で釈放することを日本側に求めると発言。中国人船長の即時無条件解放を日本に要求した。国の首脳がこの問題に触れたのは初めてとされる。さらに温家法は日本側が釈放しなければ中国はさらなる対抗措置を取る用意がある。 その結果について、すべての責任は、日本側が負わなければならないと日本を同喝し、日本側が早急に過ちを正し、中日関係を正しい道筋に戻すことは、両国人民の根本利益に合致するだけでなく、平和、協力という世界の潮流とも一致すると述べた。またアメリカ・ニューヨークで開かれた国連会議に出席した、恩加法は、2010年9月21日の夜、 現地の華僑や中国人留学生らとのレセプションの席で漁船衝突事件で交流されている中国人船長を直ちに無条件で釈放するよう求める談話を発表。音化法は最近日本は長魚島で創業していた漁船と船員を交流し、現在に至るまで船長を釈放せずに日本の国内法で処理しようとしている。これは違法かつ、 不条理であり、船員やその家族を大いに傷つけ、国内外の中華支場による強い憤りを引き起こした我々は、数度にわたって正しい道理のもとに、日本に対して交渉を行ってきたが、日本側は聞く耳を持たない。このような状況では、我々は叱るべき対抗措置を取らざるを得ない。この場を借りて、私は日本政府に対して、直ちに、 中国人船長を無条件で釈放することを強く求めると改めて主張した。尖閣諸島を長御島は中国の神聖な領土であると強調し、日本が我々の意見を聞かないのであれば、我々はさらなる行動に出る。これによってもたらされる一切の重大な損失は、日本がすべてその責任を負わなければならないと、中国共産党政府による声明の内容。 ほぼ踏襲するもので締めくくった。2010年10月5日の未明、ベルギーのブリュッセルにて、カンラオト首相と会談した際に、カンが尖閣諸島について、我が国固有の領土であり、領土問題は存在しないとしたのに対して、中国の外務省は、恩下法が中国固有の領土だと主張したことを発表した。2009年1月末から2月初めにかけて、 オンはヨーロッパを訪問した。2月2日、イギリスのケンブリッジ大学にて講演していたところ、会場にいた男から靴を投げつけられる騒ぎがあった。男は、ここに独裁者がいるぞ。彼が語る嘘をよく聞いていられるな。反論もしていないじゃないか。どうして大学は独裁者に身を売ることができたのか。などと叫んでいた。講演は中断し、靴を投げた男は、 他の聴衆から避難され、会場から排除された後に、地元警察に逮捕された。公演再開後、恩は、我々は平和にやっている。男の行為が中英の友好を妨げることはない。調和は武力によって妨害されないと歴史が証明していると述べ、公演の会場内の学生たちが拍手で答えた。拍手していたのは、中国人留学生であった。 中国国内では事件に関する報道を抑制していたが、インターネット上では、恩下法指示とイギリス批判の書き込みが盛んに行われた。2月3日、中国外交部は公式に批判声明を出した。ケンブリッジ大学は事件について公式サイトで謝罪表明を行った。趣味はランニング。外遊に出た際も早朝のランニングは欠かさず行っている。また、 以前は野球をやっていたとのことで2007年の来日の際に立命館大学の学生と野球を楽しんでいた。事故などの災害時に現地視察の際によく泣く姿が映し出されるため、しばしば泣きの音化法と評される。宝だからの愛称で呼ばれることもある。特権階級であるが、中国内外において庶民的な人物というイメージを持たれており、 人民の総理と評される。また、メディアに向かって優しい老人の姿を見せて、国民の人気を得る一方で、政府の政策が国民の望むようなことを必ずしもしていないことから、音化法がメディアで見せる表情は芝居であるという意見が出され、香港では2010年には、中国影御門、音化法という表伝が出された。題名の、影御門とは、伝英の帝王つまり、映画スター、 名優という意味であるが、影の皇帝という意味とも取れる。幼い孫とテレビを一緒に視聴することがあるが、それに関して、孫と一緒に見るのはウルトラマンなど、外国のアニメばかり。国産のアニメを育成しないといけないと記者たちの前で、発言した。日本や韓国のアニメ制作の下請けをしている、無尺子のアニメ制作会社を視察した際も、オリジナルアニメの制作を奨励し、 日中合作アニメ、チベット犬物語の制作も支援した。恩は、ソーシャルネットワーキングサービスの Facebook にプロフィールを持っていた。このサイトでの恩は、プロフィールが2008年6月16日頃に削除されるまでは有名な政治家上位5人のうちの1人であった。恩ン家法は、64天安門事件のきっかけにも、なった、雇用法元総書記を、死と仰いでいる。 2010年4月15日、恩解法は人民日報に雇用法を忍ぶ改装期を発表した。腰が現場の状況を理解しようとしていたことは明白であり、民衆の苦しみを司祭に観察し、直接の資料を把握しなければならないという腰の言葉が耳に残る、精錬潔白で親しみやすかった姿が今でも懐かしさと共に思い浮かぶとした。恩解法は、 雇用法の死去の際に、入院先に真っ先に駆けつけたという。また、恩火法は、毎年旧正月の時期になると、雇用法の居宅を訪問し、雇用法の肖像画を見ることで、仕事の原動力になる、と語った。夫人の長土ウ売りとの間に一難数目を設けた。長男の恩雲松は、悠はじめか有限講師創業者、現在は中国衛星通信集団有限講師、 会長、ありがとうございます。